ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊田さん。はい。はい。ちょっと声少し治りましたけど。本当治ったね。まあ皆さんにも心配してもらって。本当ありがとうございます。ね、はい。なんかね、あれから一回もっと声が出なくなって。まあな。ここまで回復しましたけど、なんか声帯浮腫っていうちょっと何かが悪さしての急に。なりましたけど。あ、いいや、声のことがね。はい、頑張っていきましょう。すみません。また今日もちょっとお気苦しいんですけれども、はい、お許しください。はい。はい。ということで、ついに始まりました。交流戦。あ、そうだな。何、まあ、いや、3連戦を振り返るって言ってないから、まあ交流戦だよね。はい。で、交流戦の3連戦、はいはい、第1、3連戦が終わりましたので、はい、3連戦を振り返るの時間が今日もやってきました。はい。はい。ということで、ね、はい、交流戦はね、またちょっといろんな様子も違って、ああ、ちょっと違うな、うん、ちょっとまあ新鮮な感じもするよね、いろいろね、まあ、オープン戦かなっていう感じもするけども、そうパ・リーグのねピッチャーが打席に立つっていうのもね、うん、まあ、そうだな、ちょっと楽しみの一つで、はい、まあ新庄監督が面白いことしてみたりありますが、うん、まあ、はい、じゃあ今日も看板やちんちゃんよろしくということで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、では全体でこうなりました。はい、ドーンとこう一気にお見せしましょう、はい、向かって左側がセリーグ、はい、右側がパリーグ、はい、なので、今3連戦はセリーグが、ホームということで、そうそうそう、DH がないので、はいはい、パリーグのピッチャーも打席に立たなきゃいけないという。そうだね。まあ DH がないから、はい、逆に良かったんじゃないかっていうチームもあったしね。ね。まあ、ね、まあ、それは振り返りの中でじゃあ触れていきましょう。はい、では行きますよ、最初からね。ということで、これ先に言いますか？まあいいんじゃない、長いから。見た感じで。はい、見た感じで、ね。まあこういう感じで、まあね、あのヤクルトとロッテは2戦引き分けがありましたけれども。はい、ね、はいはい、はい。ということで、じゃあ見ていきましょう。はい、じゃあ阪神、日本ハム、はい、まあ、一番の注目だったんだけど、初戦雨で中止になっちゃったんだけど、そうなんですよね、あ、うん、だからちょっと残念だなと思いつつ、うん、まあ、2戦目からね、ね、甲子園で、まあ、阪神大竹西、うん、日本ハムは、伊藤山崎、はい、ね、1戦目、うん、まあ、連勝するわけだけど日本ハムは、はい、1戦目8対2、うん、ね、まあこれざっくり言うとさ、15安打8点取ってんだよね、うん、でこの日 1,2 番を組んだ水谷万波、はい、ね、え、まあ3安打2打点、うん、で万波が2安打2打点1ホームラン、うん、あ、まあ結構打ったね、これタミヤも3安打、うん、で阪神は守備からの失点がさ、うん、ちょっと痛かったね、うん、前側のもあれ取れたんじゃないかなっていうレフト線の、うん、まあ、ツーベースになったやつがあるんだけども、あれを取ってればなとか、なんかちょっと悔いが残るようなね、試合が多いかなという、なるほど、まあ感じがしたよね、はい、で、まあ、日本ハムの方は 大技小技で、うん、まあ、ホームランあり盗塁を絡めて点を取ったりだとかさ、はい、もうやりたい放題やってるというね、うん、なんとなく日本ハムのなペースに巻き込まれてしまったという感じですか、まあ、ペースにも巻き込まれたのはさ、うん、監督同士のメンバー交代の時に阪神のユニフォーム着てきたよね。そう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 、あれ厳重注意らしいんだけどもさ、もう次退場だってね、まあそうだね、まああれも面白いし、なんかこう巻き込まれてるよね、なんかそんな感じがするんだよね、もうなんかね、うん、それも作戦の一つだったんでしょうかね、まあその可能性もあるけどさ、うん、で阪神がもったいなかったのはね、はい、まあ5回、うん、ノーアウト満塁で渡辺君犠牲フライを打ち上げるんだよ、はい、センター右に、うん、あ、センター左にね、うん、それをこう配送しながら松本が取るんだけど、はい、ノーアウト満塁でセカンドランナーともうタッチアップしなきゃいけない森下が、はい、やっぱハーフウェイが大きくてタッチアップできなかったんだよね、うん、でワンアウトだったらハーフウェイでもよかったんだけども、はい、ノーアウトだったらタッチアップして、ワンアウトサードを作らなきゃ絶対いけないと思うんだよ、うん、ワンアウト1、3塁もしくは2、3塁になる当たりだったからね、はい、だからまあこういうところもね、ちょっとなんかこうすっきりしないゲームが続くと目立つようになるね、なるほど、だからなんかちょっともったいなかったなと思ってね、森下の走塁とかね、うん、あれがきっちり進んでたらまた犠牲フライで1点取れるとか、うん、試合はちょっともつれたような感じだったんだけども、はい、やっぱこうなんていうの、そういうところで走塁ミスとか出ちゃうと、うん、やっぱこうどん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 追いついていかない雰囲気になってしまうね、うん、もう結局それでその後ゼロでね、うん、その後もうずっとね、だらだら点をね、
取られ、まあ、阪神の方は取れなかったというね、うん、まあ、そういう試合でした。はい、はい、8対2ということでね、そうだね、ちょっと点差が開いてしまいました。はい、はい、で2試合目今日です、はい、6対0、うんね、日本ハム、うん、山崎福也、はい、6勝目、ね、もう二刀流です。もう、ね、この試合二刀流でしたね。本当本当6勝目、はい、7回102球3安打8奪三振無失点というね、はい、まあ、打っては6番に入り、うん、先制タイムリーだよ。やっぱりこれ6番っていうのはね、やっぱバッティングがいい、うん、ということでしょうかね。まあ、そうだね、うん、でノーアウト1・3塁から、うん、6番山崎福也に回ってきた。山崎福也にね、はいはい、いやーこれ6番に入れてどうかなと思ったら見事にセンター前打ち返したね、うん、それも西というさ好投手だよ。まあこのバッティングっていうのはさ、いやもう粘って高めに浮いたのをカチンと上からバットを落としてセンター前に持っていくあたりがさ、これはやっぱ波のバッターじゃないなと思ってさ、やっぱりこうバッティングの技術とか、うん、いや高い柔らかい、うん、で、6番に入り3打数1安打1打点という、うん、もう立派に仕事をこなしてるんだよね。もうなんかこう打つ方でも、ね、それでまた乗ってくるというところもありますね。いやそれで俺が感じたのは、はい、もっとすごいなと思ったのはもうベンチがそれで乗っちゃったんだよ。本人だけじゃなくて、ね、で一気に4点取るんだもんその回に、ね、もうね本当なんかこう楽しんでやってるというか、うん、その回に責任を果たしてるよね。だから新庄監督も賭けだったと思うんだろうけども、はい、でもあそこで山崎福也が打ったからみんなもわーってなんか乗って、うん、その後続いたよね、うん、やっぱすごいなと思って、はい、でこの日2番に入った、うん、万波と1、2番を昨日と今日で変えたんだよね、うんうん、で昨日は3安打、うん、今日は4安打という、もう水谷が立派に戦力になっちゃったよ、ね、しっかりね、うん、ねえ、ねえ、うん、素晴らしいですね。そうだね、だからなんていうのかな、こう相手をね、阪神を日本ハムが圧倒してるというかさ、うんうん、まあそんな感じがしたね。翻弄されてしまった。翻弄されてる。だからちょっと屈辱的な感じがすると思うよ、この2戦は。この2戦はね、はい、うん、うん、あと1試合残ってるからね、うん、だからちょっとこのままでは阪神やられっぱなしじゃちょっとかっこ悪いなっていうふうにちょっと思いましたよ、うん、はい、うん、ちょっとじゃあ予想外な展開だったっていう感じですか。ちょっと予想外だったな、うん、もっとなんかこう僅差で、うんうん、投手戦になりながらどういう手をお互いが打ちながらやんのかなと思ったら、まあ、8点6点取られてるという、うん、まあ、阪神のピッチャーにしては珍しいぐらいの点、ね、失点の仕方だからね、うん、で、まあ、その雰囲気も、うん、もう完全に甲子園でやってんのに、ね、日本ハムのペースでずっと試合が行われたからさ、うん、これはちょっと屈辱的だったんじゃないかなっていうような感じがするよ ね、 はい、という2戦でした、はい、で次は中日対西武ライオンズ、うん、で西武ライオンズは、まあ、結果を言うと西武が2勝1敗で勝ち越したそうだ、ね、ということですね、はい、で渡辺代行が、まあ、指揮を振るようになった監督代行ですね、はい、代行ですね、はいはい、で中日、うん、高橋宏と小笠原柳、はい、で西武は今井隅田竹内、はい、で1試合目は3対0、うん、ね、中日高橋宏と7回3分の1、はい、119球、4安打5三振1四球無失点というね、3回相手のミスで、まあ、2点を取る、はい、まあ、この取り方っていうのはコルデロが、うん、ちょっとボールの回転を見余って、うん、後ろに反らしちゃうんだよね、うん、で今井が冒頭投げるとか、うん、まあいろんなことがありながらなんかちょっと重なっちゃいましたよね、まあ、重なったよね、うん、まあ失点を重ねると。で、まあ、中日の方は、まあ、田中幹也と高橋の間でスクイズを行うという、はい、まあ普通ピッチャーであれば、ね、まあ田中幹也はね、うん、まあそういうタイプのバッターだけど、うん、まあピッチャーというランナーがね、はいはい、いうところでスクイズはどうかなと思った、うん、それとまあ追い込まれてるし、うん、ね、それがファウルになればもう三振だし、う
でもそこで思い切って立浪監督かけた ね、 ね、だからそれが見事成功、うん、だけどそのうれしそうでしたとても。いや、やっぱね、うん、度胸がいったと思うよ、うん、もう1球しかね、ファールも許されない、はい、ね、だけどその中でやっぱこう1点を取りたいというね、うん、気持ちが表れたスクイズだったし、はい、でもそのスクイズの形を作り出したのが、うん、高橋宏斗ね、うん、村松のセンターフライでタッチアップをしていったという、はい、でまあ本当に全力でねこれやってくれるんで、はい、あの本当にこういいピッチャーだなって、うん、思うし、はい、なんかこう勝負にかける思いがね、うん、なんか伝わってくるピッチャーだし、はい、本当にこう中日の中心になってきたなというね、うん、まあそんな感じがします、はい、でこの試合で目立ったのは4回、うん、はい、ディカーソン、うん、ホームラン、ね、2号、今井のスライダーをホームランしたというね、うん、今井ってなかなかホームラン打てるピッチャーじゃないんだけどもさ、うん、バンテリンでまたよく打ったというね、うん、スライダーを、うん、だからあ大したもんだなと思ってね、もう来日2号ということで ね、 ね、うんうん、で渡辺代行の野球、はい、渡辺監督代行の野球が、はい、まあどうなんだろうっていうのはこの試合ではね、0点に終わったんでなかなか見れなかったけども、はい、やっぱ投手の交代だとか、うん、そういうのはもう本当にセオリー通りというか、うん、まあ、どうにはまってるなという感じがしたよね、うん、はい、はい、で2試合目、うん、1対0西武、ね、小笠原また援護点がないんだよ、うん、と1-0っていうね、ね、はい、でこの試合で、うん、まあ悔しいだろうな小笠原は6回2アウト1・3塁から、うん、昼間の内野安打で、うん、先制、はい、これもね完全に打ち取ってんだよ、うん、どづまりでフラフラって言った当たりが昼間も足早いなあいついやそれでポトッと、まあ、ちょっと突っ込もうか、うん、ちょっと悩んだんだけど石川が、うん、まあその無駄なく処理をした、もうちょっと早くそれもできるかなとは思うけど、やっぱ0-0のこうなんていうの試合 で、 であれだけ詰まってたらバッターってスタートが遅れるんだよね、うん、でやっぱ交流戦ということもあり、そんなベテランじゃない若手の昼間ということもあり、うん、足の計算ができてなかったんじゃないかなっていうの気がするんだよね、うん、はい、で昼間も頭から突っ込んでってファーストに、うん、これリクエスト出したんだけど、うん、最初セーフでね、うん、そしたらまあ判定通りという、うん、いやあれは悔しいわ、そのヘッドスライディング一つで、1・3塁だったから1点取ってそれで逃げ切ったという、結局そのヘッドスライディングでこの試合決まったっていうことですもんね。そら小笠原も悔しいよね、うん、もうね、ヒットも5本4本って言ってないんだから、いや本当だよね、うん、ただ隅田は大したもんだったね、はい、まあ、8回99球、うん、4安打6三振、はい、無四球無失点というね、はい、やっぱ無四球っていうのがやっぱ立派だし、うん、まあバンテリンだと投げやすいかもからね、あそうですかね、うん、やっぱ広いし ね、 ね、うんうん、ただあのやっぱこう抜け玉というかね、そういうのもしっかり抜けてたし、うん、ああいいなと思ったよね、はい、で小笠原も負けてない、うん、同じ8回投げて117球、うん、5安打7三振1四球1失点というその内野安打が決勝点になっただけでね、ただ渡辺監督代行になって、うん、まあ、松井稼頭央の時にもうやってたと思うんだけど、うん、特に目立つようになったのが、うん、やっぱガッツプレーだね、うん、まあ、佐藤龍世なんかもうカメラマン飛び込んで、カメラマン席ね席に飛び込んで、うん、あのダイビングキャッチしてたりだとかさ、うん、まあ昼間のああいう頭から突っ込んでいく、うん、まあああいうのも突っ込んでいくんだろうけども、うん、なんか一つプレーが変わってきたような、なるほど、気持ちがちょっとね変わってきたような、そんな感じがするよね。まあね、あの監督さんがねちょっと休養ということは、うん、皆さん選手にとってもね多分とても大きな出来事だったと思うんで、ね、まあ、責任も感じてるだろうし ね、うん、ね、だからまあそれを取り戻そうとするようなね、まあ、姿勢があるからすごくまあ、あの美しく見えるよね。でもこのねその出来事をきっかけに何か西武の中で変わっていくのかなというところもありますか。そうだね、うん、まあそう変わっていっても欲しいし ね、はい、はい、で今日です、はい、3対0、ね、西武勝ちましたね、はい、竹内、うん、
はい、5回3分の2、うん、89球4安打4三振、うん、無失点という ね、 ねで防御率が 1.27、うん、あーやっぱ大したピッチャーだね。4勝ですね。うん、でスパッと変えてね、はい、まあ、1点リードしてる6回、うん、外崎、蛭間、岸の3連打で1点、うん、でこっからだよ、佐藤龍生が送りバント、うん、コルデロが犠牲フライで2点目を取るという、うんうん、で都合3点のリードになるんだけどもさ、うん、あんまりギダー続くとか、うん、そういうのがなかったんだよね、うんうん、でもうとにかく行くしかないとかそういうことだったんだけど、やっぱ細かく1点を取ってこようとするね、うんうん、渡辺監督代行は、はいはい、だからいいなと思ってね、うんうん、やっぱ戦い方がちょっと違う感じですか。やっぱちょっと細かいな、まあやっぱ監督経験者だけにやっぱこう打てないということも踏まえて、うん、もう送るときはしっかり送ろうとする、うんうん、まあそういう、まあどちらかというと正攻法かなという、ギャンブル的なことよりも、うん、より確実にという、そうだね、まあもう1点を取りに行くというね、うん、はい、まあそういう作戦を取る、うん、かなっていうような感じがしたね、この3連戦を見てると、はい、うん、まあ、それと中日の方に目をやると、はい、リカーソンが、うん、隅田と竹内からノーヒットの、うん、ノーヒットなんだよね、はい、で1戦目はホームランも打ってるんだけども、うん、まあこれ一つの提案とすれば、はい、右投手はディカーソン、うん、左投手は、まあ、カリステとか、はい、まあ、右を入れた方が少しディカーソンは左ピッチャーがちょっと苦手かなっていうような感じがするし、うん、だからまあその無理してね、うん、使うこともないし左の時に、うんうんうん、向こうが左で投げてきたら右バッターもいるわけだから、はい、だからそこら辺を臨機応変にやった方がいいのかなっていうような感じがこの3連戦ではした。なるほど。この要するにこの3連戦でそういうふうなことが収穫として分かったっていう感じですかね。分かった分かった、うん、だから、うん、試すこともないよ、左を打てるのかなとか、うん、もう試してるうちに完封されるから、うん、なるほど、うん、そこがポイントとなってね、はいはい、だからまあまあそういう提案はいかがですかという話でした。はい、はい、で続いて、はい、巨人対ソフトバンク、はい、巨人が2勝1敗の勝ち越しでした。はい、はい、巨人山崎より堀田、高橋嶺、はい、でソフトバンク有原、大関、東浜、うん、ね、1試合目、2対0、うん、ソフトバンク、はい、ね、5回栗原先生3号ホームラン、ねえ、うん、7回はね、柳田の内野ゴロの間に、まあ、追加点と、まあ、2点、うん、まあ、巨人のピッチャーもいいから、はい、なかなかこう失点はしないんだけどもさ、うん、まあこれ別動画でも撮ったんだけども、うん、巨人のチャンスは6回、うん、ノーアウト1・3塁、オコエ、うん、ありましたね、まあセーフティースクイズだったと思うけど、はい、まあ、セーフティースクイズを試みながらサードランナーを返し、セカン、うん、ファーストランナーを得点圏に送るという、うん、まあそういう作戦を取ったと思うけども、結果的には下位のところにボールが高く弾んで、うん、一塁ランナーをセカンドに送るだけしかできなかったんだよね、うん、まあその後チャンスも続いたんだけどもさ、うん、次の吉川がセカンドゴロ、はい、まあ、ジャックルしてんのにサードランナー立岡がちょっと止まっちゃうんだよね、うん、ギャンブルスタートも出てないんだとか思いながら、はい、ちょっとねここら辺は別動画で説明をしているので、うん、まあ興味がある人はちょっと見といてほしいなっていうふうに思います。それほどちょっとこうねポイントとなった、まあ大ポイントだし、うん、まあ、これからもちょっとポイントになってくるかなっていうね、巨人の野球という意味ではね、うん、なるほど、うん、でまあ解説に、まあ、原前監督と、うん、ソフトバンクの王会長が、はい、まあ、やってたけどここでバントはないでしょみたいなまあお声がバントした時はあこれは牽制でしょみたいな言ってたけど、うん、まあ、バントだったというね、うん、まあまあいろんな考え方があるから、はい、まあ、安倍監督にね任してるわけだから、うん、それはもう安倍監督を信じるしかないけども、はい、でも野球の考え方としてね、うん、まあいろんな考え方がある中で、まあ、それが正しかったのかどうかっていうのはどうなんだろうっては思うけどね、なかなか難しいですね、難しいよね、はい、でその回満塁まで行くんだけど、うん、まああと1本が出ないという、はい、ね、まあ有原と坂本っていうのは、
非常に相性が坂本悪くて、うん、まあ9の0とかみたいなんだけどね。なるほど、うん、でその有原、うん、6回99球3安打、まあ、3四球無失点というね、うん、かわいそうだったのが山崎より6回103球5安打6三振1四球1デッドボールの1失点という、うんうん、1失点で負け投手というね、うん、だからまあこういうピッチャーにはね本当どんどん勝たしてね、まあ、勝ち星がこの選手を大きく どんどんしていくからね、うん、頑張って勝ち星をつけてほしいなっていうふうに思います。やっぱりちょっとこの日は巨人3安打っていうのがねちょっと厳しいですか ね、まあ、そうだね。まあ6回ぐらいしかチャンスらしいチャンスはないし、うん、まあ、そこでものにできなかったら、まあ、こういう試合になったということだよね、うん、はい。で2試合目は1対0、うん、巨人延長12回吉川がオスナからのサヨナラヒットで、ねえ、ね、もうこの最後の最後、いやもうこれは引き分けだなと思ってたんだけどねまあでも吉川が、ね、まあ吉川もその前のチャンスがあったんだけどもさ、うん、その時に詰まってサードゴロかな、はい、うん、やっぱオスナの時にはちょっとね、流すというよりもちょっと引っ張りいってたね、うん、うん、まあそれが良かったんだろうけど、でもこの試合を作ったのが堀田、ね、5回3分の2、81球5安打無失点ね。で阿部監督がこの試合替え時、こんちゃんのところに応援を持ってきた、はい、この替え時っていうのは抜群だって選手が答えたね、うん、あれはやっぱ近藤でも打てないよ、うん、いっぱいいっぱいのボールだもん。ああもう見事にね起用に応えたというね、うん、まあ替え時も最高だったし、うん、まあ両軍中継ぎ陣が本当に頑張ったよこの試合はね、うん、はい、まあその中でもやっぱり見事だったのは大江というね、うん、まあ1対0、はい、ね、巨人が勝ちました、はい、はい、で3試合目、うん、6対5、うん、巨人、巨人が6点も取ったのみたいなまあ大体2点とか多くて3点とか、うん、だけど本当に俺こうやって3連戦振り返りやってるけど6点って言ったことはあんまないと思うよ今年。それもね、うん、あの一つの回に6点そうな、はい、まあ2回2アウト1、2塁から回先制タイムリー、はい、ソフトバンクね、ソフトバンクね、はい、東山に回ってきて、はい、ここが高橋で良くない、うん、フォアボールだってピッチャーに、これなんかいつかもそんなことがありましたよね。あったな、先頭打者フォアボールって ね、 ね、で柳町、川瀬、柳田に、うん、繋がれてもう一気に4失点というね、うん、で5回にもワンアウト1、2が回がタイムリーで、うん、まあ、都合5点取られるという、はい、うん、だからやっぱこう課題はフォアボールかなという感じがするんだよね、うんうん、で3回、はい、ジャイアンツ、うん、先頭岸田が相手のエラーで出塁、ね、この時にもう 5-0 っていう状況ですよね。そうなんだよ、はい、どうすんのみたいなね、うん、この時に三森がね、うん、エラーするんだけどもちょっと指、ね、うん、ちょっと負傷で、まあ、ショート今宮、ショートからセカンドに川瀬というね、うん、まあ、布陣を引いてくるんだけども、はい、まあ、ワンアウト1、3塁になって丸がタイムリー、はい、ね、ランナー1、2塁から、うん、ヘルナンデスがはい、フルカウントからスリーランホームラン、ね、いや見事だったよ、うん、いや初ヒットも見たし初ホームランも見たけどもさ、はい、まあ甘いボールは甘いボールなんだけどもね、うん、あ、こういうところで打てるっていうところが評価に値するというさ、うん、あ、やっぱホームランも打ってくれるんだというね、うん、まあ巨人側とすれば安心感があるよね、うん、だからまあ2番に入れてもいいし、はい、岡本の次5番に入れてもいいような形ができてきた、うん、なるほど、あ、だからまあ当分やっぱり2番でいくんじゃないかなと思うけども、うん、はい、これはやっぱり巨人にとっては朗報だったね、うん、これがやっぱり6点につながるから、ね、で、吉川が2塁打、はい、1アウト2塁から、うん、岡本が逆転のツーラン、また、まあ見事だったな、あのカーブをたまってね、うん、まあ、久しぶりになんかこう完璧な岡本のホームランを見たって思ったけども、うん、まあ巨人にとっては収穫が多い試合だったよ、うん、でもう一つ、もうこれはやっぱ阿部監督も
嬉しいんじゃないかなと思うのは、うん、2番手で井上が投げた、はい、左ピッチャーの、はい、まあ待機待機と言われながら、うん、なかなかチャンスももらって結果が出せなかった、うん、はい、まあ悪くはなかったんだけども、うん、それほどいいかっていうような感じの結果だったんだけど、うん、今日は違う。今日は違う。4回45球、うん、無安打、はい、5三振、はい、無四球無失点という、もう見事完璧です、うん、ね、で勝ち投手になった、はい、まあ、これですよ、これこれですよ、うん、やっぱりね、巨人が今年投手陣がいい、うん、でその中でやっぱ乗っていかないとね、うん、置いてきぼり食らうと、もう本当に安倍政権の時にブルペンに入るとか先発できるとかそういうことはないよ、うん、で明言してて、うん、次は先発でいくって、うん、早いな。でもまあいい時にね、まあいい時に使えるよね、そうやって乗っていかないとね、そうっていうことですかね、はいはい、はい、まあだから今日はね、スリーランツーランが出て、はい、やっぱホームランってでかいな。でかいですね、うん、もうそれだけで5点取っちゃうんだもんね、うん、まあ丸のタイムリーもね、うん、よかったけども、はい、まあホームランっていうのは威力的にはでかいのと、うん、やっぱソフトバンクの勢いはちょっと止まってんなっていうような感じがするね。そうですね、うん、でも小久保監督が言ってた、はい、ね、巨人の投手陣の、うん、特に中継ぎ陣のクオリティが高いと、うん、まあ、びっくりしましたと、うんうん、ちょっと舐めてたのかもわからないけども、うんうん、ちょっとソフトバンクの勢いが少し止まりつつあるなっていう、ちょっと交流戦の前からそういった兆しは多少ありましたね、まあ、ロッテ戦からおかしくなったな、うんうんうん、はい、はい、という3連戦でした。はい、はい、続きまして広島対オリックス、はい、広島が2勝1敗の勝ち越しです。はい、はい、で広島トコダ、森下、クリ、オリックスはエスピノーザ、田島、斉藤というね、はい、ことなんだけども、うん、1試合目、うん、2対1広島、はい、初回末金のタイムリー、うん、で2点先制、はい、この回に2つ のフォアボールが絡むんだよね、はい、まあ立ち上がりだからエスピノーザも落ち着いてなかったといえば、うん、まあそれかもわからないけども、はい、結局この2点が決勝点になるんだよね。そうなんですよね。でその後エスピノーザ中継ぎも抑えていって、うん、広島は結局4安打そうなんです。でオリックスは8安打するものの、うん、まあ、1点という、うん、ね、初回の末金のタイムリーが効いたというね、うん、で床田リーグトップ、はい、ね、6勝、はい、7回99球8安打1失点、うん、ね、でこの試合で、島内、うん、栗林が投げるんだけども、はい、島内は25試合、うん、3勝1敗、うん、17ホールドポイント防御率が 1.52 で栗林23試合、うん、0勝1敗、はい、15セーブ、うん、で防御率が 0.42、うん、やっぱね2対1で勝てるよ、やっぱこの2人っていうのは完璧だもん、ね、それと他の長杉陣も頑張ってんだよね、うん、影には隠れてるけど、はい、でこの日、うん、友達のと一緒で情報によるとハーンっていうピッチャーがいるんですよって、黒人の、はい、あの左ピッチャーみたいな、はい、これもいいですよとかいう話になってて、うん、それ早く見たいなというような気持ちでおります。はい、ね、この時点でね、はい、はい、でオリックスの西川がね、うん、フルスと対戦して2安打をしたという ね、うん、でも広島ファンってあったかいな、あったかかった、あブーイングじゃなくて拍手で迎えてあげるという、ね、おかえりみたいなね、なあ、うん、ほんとあったかいチームだなっていうふうに思いました、ファンもね、はい、で2対1、はい、広島です、うん、で次の試合14対0、はい、広島、はい、広島19安打14点、うん、まあ、オリックスが3安打という、うん、まあ、それは勝てません ね、はい、で3安打下位打線、うん、ね、この日広島宇草、はい、2安打相澤が3安打3打点、はい、森下が2安打1打点1だからね、うん、まあ本当に下位打線も打つ、うん、で末金が3回にツーランホームラン、はい、秋山小園も3安打、うん、相澤も3安打ということでね、うん、で森下、はい、7回108球、うん、3安打無失点という、いや森下は本当にね大量点取ってもらっても、うん、
崩れないね、うん、本当に丁寧に投げていくわ、うん、ああ見事だ ね。でこの試合、はい、昨日言ってたみたいなハーンがさっきね、ああ、はい、投げましたね、どんなんやみたいな1回17球2三振、うん、まっすぐもある、角度あるし速いし、うん、いいよ198センチ、はいはい、いいよ、いいですか、いい、左投げ左打ち、そうそう、はい、でそろそろバテてくるんじゃないかなって思うんだよね、うん、中継ぎ陣、はいはい、でこの広島の快進撃を支えてるのは、うん、もちろんバッターで言えば小園とか、うん、末金とか、うん、あそういう人たちがクローズアップされてるけども、はい、やっぱね一番のクローズアップしなきゃいけないのは中継ぎ陣だよ、この人たちが頑張ってんだよ、うんうん、だからこの中にハンが入ってくる、うん、入ってきた、はい、ね、より厚みを増した、うん、はい、で3試合目、はい、8対2、うん、オリックス、うん、ね、2点リード、はい、うーん、まあ、下7回、はい、広島は7回から継投に入るんだよね、うん、で矢崎がちょっと捕まる、うん、防御率 2.20、はい、3分の1、うん、11球、うん、3安打3失点、うん、堀江 1.65 防御率、うん、18球3四球2失点、うん、これね投手交代が流れを変えた な、今まではね中継ぎに任したら完璧だったのに、うん、ちょっとこの矢崎完璧だったんだよ今まで、うん、本当に矢崎と森浦が、はい、逆に島内と栗林よりもしっかり投げてたっていう評価だったんだよね、うん、これがちょっと崩れてきたね、うん、この試合で、なるほど、で投手交代7回から変えたことが、うん、オリックスにとっては栗の方が打ちにくかったんじゃないかっていうね、ちょっとねここ境でね、うん、だからまあちょっとこ難しいけども、うん、でも今までのさその広島のパターンを見てるとね、うん、中継ぎはどれだけ頑張って星を拾ってきたか、それ考えると新井監督もやっぱ栗に無理させずに、うん、7回から継投させる、これはね当然だと思うんだよ ね、うん、でもこの計算が狂い始めたっていうのは、うん、疲れなのか、うん、ね、たま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 なのかっていうのは見極めないと、うん、これから困る。そうですね。で森浦が9回にも投げたんだけど、うん、4安打3失点、うん、防御率は 2.40 と頑張ってんだけど、うん、まあ兄弟はちょっと跳ね上がったんだよね、うん、で森浦も良かったわけよ、はい、だからこの3人が今日こぞって結果を残せなかったっていうのがちょっと心配だな、うん、ただし、ただし島内、栗林、うん、ハーンがいるんだよ、うん、だからいいところでハンを入れてるなと思ってさ、タイミング的にね、タイミング的に、うん、ね、はい、で今日オリックスが勝ったのは小田島、うん、プロ初勝利、小田島投手ですね、はい、うん、ね、まあ良かった ね、あのヒーローインタビューはちょっと緊張気味だったけど、うん、もう非常になんかおっさんっぽく喋ってたねなんか ね24歳、はい、日本ツーンから、はい、はい、でこの試合は太田頓宮、はい、ね、2打点、太田がね、はい、頓宮が3打点という、今頓宮久しぶりに聞いたぞ名前ね、もっと頑張らないと、うん、ね、まあ、ね、でもこの、まあ、オリックスはね、うん、どんどん若手のピッチャーがね、うん、で横山、今日はサードに入った、うん、若手18歳、うん、もう19歳になったかな、はい、ルーキーなんだけど、ね、まだ18歳、こういう若手をどんどん使い出してるし、うん、だから若手でこう活躍してきたら面白いなと思っててね、上田西高校からね、そう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 、うん、頑張れ頑張れ、はい、で広島の方はちょっと中継ぎがね、うん、疲れてきてんのかもわからない、うん、だからちょっと踏ん張りどころに来てんのかなっていう感じがした、はい、はい、という3連戦でした、はい、はい、続いて DeNA 対楽天、はい、楽天が2勝1敗で勝ち越しました、はい、はい、DeNA ケイ・ジャクソン・石田、うん、
で楽天ポンセ、内、藤井、うん、ねちょっと悪条件の中だったんだよね。すごい雨でしたよ。ああもうやんのか本当にみたいな。結局ねこうこうコールドという形で6回でね、うんうん、あ7回か7回まで行ったのか、ねうん、でまあその中で K がね好投してくれた、はいちょっとフォアボールは多かったんだけども、うん、あの条件だったらしょうがないだろうなと思いながら、ね、どんこでしたよね、まあ、そうだね、うん、で6回3分の2 101球、はい3安打4四球1失点というね、うん、でこの試合打ったのは海老名、はい、ねまあ打ったのっていうか、うん、やっぱ頭を使って血のりだなと思うのは、はいはい、海老名が右方向にしか狙ってないんだよね、うん、風に乗せようとして打ってるよ。で横浜スタジアムであの風を見たら右方向に行くと完全に打球が伸びるからね、うん、その風に乗せて右方向へ打ってるのかなっていうような感じがしたんだよね、うん、だから非常にこうあのいい狙いだなというね、うん、で7回コーコールドで、まあ、DeNA が勝つという、はいまあ、DeNA が9安打楽天が3安打というね、うんまあ、ポンセがあんまり良くないね楽天は、うんまあそのまっすぐ一辺倒になるというかさ、うん、なんかもう少し細かいことをやってもいいのになっていうような感じはするけどもね、はい、はい。で2試合目4対0、うん、楽天、はい太田の1号先制ホームランが5回に出る、うんまあ、6回は盗塁、まあ、2つの盗塁を絡めながら、まあ、2点を取っていくんだよね、はいで小郷と辰巳のタイムリーとか、うんあ盗塁とか、うん、で浅村の犠牲フライ、はい渡辺義明のタイムリーというね、うん、で7回は小郷がタイムリーで、まあ、4対0、はいね、小郷の活躍5打数3安打、うん1打点1盗塁というね、うんはい、だから見事なあのリードオフマンぶりだったんだけども、うんやっぱこう今井監督っていうのはやっぱ動かしたいんだろうね、うん、だからその6回、はい、小郷と辰巳に走らせたのが、まあ、得点に結びついていくんだけども、はいまあ、こういう野球をやっぱりやりたいんだろうなっていうのがもう見え見えでわかるね、うん、なるほどあまあでもやっぱ作詞だわ、うん、いろいろね、まあ、気持ちよかったっていう風な談話もちょっと聞いたけども、はい、で内はいね勝ち投手、うん、5回、66球3安打2三振1四球無失点で、はいうん、やればできるんだよねこのピッチャーいや本当魅力のあるピッチャーなんだよ、はい、ボールの力もあるし角度もあるし、うん、タッパーはあるし、うん、で手足は長いというね190センチ ねだから5回で降りるような、うん、そんなピッチャーじゃないんだよ、うんで66球で降りちゃダメなんだよ本当はね、うんうん、もうね本当にね7回8回ぐらいを100球で投げ切るぐらいにどん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 いけるピッチャーなんだよね、うんうん、だからまあこの勝ちを境にね、うん、ちょっともうちょっと頑張れと勝って当然ぐらいのピッチングがするからさ、うん、だからもっと頑張ってほしいなと思うねはい、はい、で今日です、うん6対5楽天、はい村林の先制ホームランで、まあ、楽天が先制する初回ねはい、うん、で DeNA は2回に同点に追いついて、はい、で4回は、3回に追いつくんですねあ3回に追いつくかはい、はい、で4回、うん、山本大和の連打、うん、バッター石田、うん、遅れずということでということでまあ点にならないという、まあ、それでもタイムリーがね打てればね、うん点にはなるんだろうけども、はいやっぱより犠牲フライでもね1点を取れるような形をやっぱ作りたかったなっていうような気はするよねでまあこういうミスがあった、はい、で6回は、まあ、楽天の攻撃、うん、DeNA の守り、うんまあ、先頭打者フォアボールから始まり、はいまあ、鈴木大地が、逆転のタイムリーというね、はいまあ、それも佐野が突っ込んできて、うん、取れずにまあ、後ろにやっちゃったというね、うん、それがツーベースになったという、はい、で7回も先頭打者フォアボールから、うん、まあ小郷辰巳のタイムリーという、うん、だから同じ失敗を2イニング続けてやってるようではさ、うん、まあそれは勝てんわ ね、 ね、まあ、ピッチャーは違うけどもね、うん、まあだけどやっぱり先頭打者フォアボール
そんなレベルかっていう感じはするけどね、うんうん、で宮崎がこの日2本のホームラン、うん、まあ、1人9を吐くんだけども、うん、ソロホームランとスリーランホームラン、うん、まあ、都合4打点も上げるんだけども、はい、やっぱりね先頭打者フォアボール2イニング続けて、うん、これがまあ失点につながってる。でノーアウト1、2塁、うん、ここでは送りバントが送れない、うん、まあやっぱこういうことをやってるとやっぱ勝てないね、うん、まあ、これはもう仕方ないわ、うんうん、ただまあ明日からコスコンで DeNA はやるけども、はい、うん、マキが帰ってくる。そうなんですよ ね, ね 急に帰ってくるというかね、まあまあ、DH がね使えるから、うん、まあ、DH で入っていくのかもわかんないけども、そうですね、まあちょっと雰囲気を少し変えてほしいなっていうような気がするし、そのタイミングってもやっぱり DH なんですかね。まあ万全だったら、うん、まあ、そのままセカンドに着くだろうけども、うん、まあ、最初ちょっと慣らしが必要だっていうふうになるんであれば、まあ、明日から DH 使えるし、うん、大丈夫かなって。ただ乗ってる日本ハムだからね、もうひっちゃかめっちゃかにされんようにね気をつけとかないとね、ここはね、はい、で最後、はい、まあ、ヤクルトロッテ、うん、ね、ヤクルト、はい、吉村、小川、高橋奎二、うん、でロッテ、小島、種市、西野、うん、1試合目5-3ロッテ、はい、まあ、ロッテは18年ぶりの9連勝、うん、ね、まあ、初回長岡 の, スリあの3号ソロホームランで先制するけども、うん、同点で迎えた3回、うん、まあ、角中が1号ツーラン、はい、あ、続いて佐藤が1号ソロで一気に3点を取るというね、はい、角中は交流戦打率トップらしいよ。すごい、全体の中でなんでしょうね、やっぱり技術もあるし、なんて言うんだろうな、やっぱりしぶといよねこのバッターって、うん、だからなんてこれ5回コールドになるんだけどさ、そうですよ、うん、まあ、だけどこの角中と佐藤のホームランっていうのはものすごい効いたよね、うん、で角中が交流戦トップか、うん、打率がね、うん、もう始まって以来ずっとトップらしいよ。すごいね、すごいよね、うん、でこの試合で山田、はい、ヤクルト、はい、NPB 史上136人目の1500本安打達成ということで、おめでとうございます、ね、ただなんていうの、山田の今の成績を見ると、いや山田じゃない、まだまだみたいな。どういうこと？いやだから1割今の山田選手が本来の姿ではないという意味ね。そうそう、全くね、ここのところ姿見てないよって思うけども、うん、もっともっと頑張れるはずだしね、うん、もっともっとやってほしい、引っ張ってほしい、キャプテンだし ね、うん、頑張ってほしいと思います、はい、5回で終わっちゃいましたこの試合はね。この試合も大変なコンディションでしたね、はい、まあだけどロッテが9連勝ということでね、うん、18年ぶり、はい、ね、まあ乗ってます、乗ってますね、はい、で続いて、はい、3-3引き分け、うん、延長12回引き分け、うん、ね、まあ長岡長岡って出てくるんだけど、長岡ほんと調子いいよ今ね、5回長岡のタイムリーなので、まあ、逆転という、はい、まあ1点差の10連勝を狙う9回、うん、でワンアウト1・3塁から代打ポランコ、うん、まあ冒頭に言ったけども DH を使えないんだよ、うん、だからポランコを温存してるんだよね、あの守備つかなきゃいけないからね。で DH が使えないからポランコをベンチに置いてる、うん、これは一番いいところにポランコを差し込めるんだよ。なるほど、うん、そうしたらタイムリーって、うん、ねえ、それで3-3になってずっと、ね、まあ、引き分けというね、うん、まあただロッテの方はね、うん、12残塁、うん、15安打打ってんだよね、はい、で12残塁、まあここ1本が出ないんだけどもさ、ちょっともったいないかなっていうような感じがしたよね。ですね、はい、15安打で3点はちょっとね、ちょっと少ないかな、はい、はい、で3試合目、はい、3-3の引き分けと、またまただよ、あれこれ昨日のかなってちょっと、そうそう、またね、うん、ポランコが9回に出てくるんだよで1点差でね、同じところに行ってね、そうそうでタイムリーだよ、うん、でねロッテはねやっぱしぶといな、
負けないですね。あのね、うん、9回だったと思うんだけど、はい、丸山がね1番に戻ってきてて、はい、でサヨナラの場面で、うん、荻野がレフト、まあ当然セカンドランナーだから前進してるんだよ、うん、おそらくその頭上を襲う打球、うん、あれ荻野じゃなかったら取れなかっただろうなと思うのを取ったね、やっぱ荻野は、うんうん、あの配送しながら、はい、あの取った、あれはやっぱこう落ち着いてたな、うん、普通ああいう打球が飛ぶと慌てるんだろうけどもな、うんうん、でこの試合でね、うん、中村翔吾がねツーランホームランを打ったんだよね、はい、で今まで打撃不振でさ、うん、ちょっとまあ安田がサード守ってベンチウォーマーになったりとかもしてたんだけども、はい、やっぱこの中村が良くなってくると、うん、さらに良くなってくるね、うん、まあロッテとしたら、まあ、そういうところが、まあ、良かったかなという、うん、まあ、しぶと、まあ、しぶとさもあり、うん、まあ、守り面をしっかりしてて、うん、で角中がね昨日の試合でちょっと足の状態がどうなのか分からないけどダイソーを送られたんだよね、はい、で今日どうかなと思ったらスタートは外れたんだけど、うん、9回出てきたね、出てきましたね、ああだからまあ良かったと思って、うんうん、まあ大した怪我、まあ大した怪我なのかも分からないけども、まあ試合に出れるということはそうそうそう、ね、まあ、戦力になるっていうことだからね、うん、でヤクルトはねこの日山田がホームラン打った、お、あ、まあ久々にそのまあ2号かな今シーズン、うん、はい、うん、で山田がホームラン打ってくれて、うん、ああ山田、ああよかった、いいホームランだったしね、うん、でちょっと心配してた木澤、はい、出るたんびにちょっと失点してたんだけど、うん、なんかいい形、いい雰囲気になってきた、うん、抑えた、はい、で田口がね、はい、投げてたけど、まあピンチは招きながらでも、うん、まあ抑えることができたということを考えると、まあ、両チームとも収穫はあったよね、うんうん、でちょっともったいないシーンはさ、はい、12回竹岡がヒット打つんだよ、うん、ワンアウトから、あ最後ですね、最後、うん、でランナースタート、うん、まあ、エンドランではなかったと思うんだけども、はい、単独スチールだと思うんだけども、はい、まあ、長岡が、うん、ライトにライナー気味の当たりを打って、そうでしたね、その当たりで返れずに、うん、ダブルプレーで試合終了だったのよ、はい、でも状況的に見たら次の打者は村上なんだよね、うん、だからこういう死に方をしないでほしいなっていうのを思う、なるほど、うん、そこら辺がもう一つ慎重にということですか、まあまあそうだね、うん、うん、ちょっとね、うん、もったいなかった、まあファンの人は次の村上っていうのを分かってただけに、うん、おそらくちょっとがっかりしたと思うよ、村上選手もね、もう、うん、ああみたいな感じで、まあそうだね、うん、まあ味方のやったことだからまあ仕方ないなっていうふうには割り切りつつも、まあ自分がね回ってきたらっていう気持ちはあったでしょうから、そうだね、だからファンはね、村上が打てなかったら、うん、村上が打ってくれたらとか、まあその決着は見たかったかなっていうふうには思ったね、まあ確かにこう戻れずダブルプレーっていうのはちょっと最後嫌な感じですかね、ちょっと難しいけどもね、まあね、うん、目を切ってたら戻れないし、うん、でもああいう状況で目を切る走塁をするっていうことはちょっと考えられないしね、うん、だから判断がちょっと遅れたかもだからね、なるほど、はい、はい、というまあ3連戦でした、はい、で今回は、うん、まあ、交流戦ということでピックアップ選手、まあ、プレイヤーはなしということでね、うん、また同じようなレギュラーシーズンに戻れば、ピックアップ選手っていうのはやっていきたいと思うけども、まあ、この、ね、振り返ってる中でね、まあ、注目の選手はたくさん名前上がってるので、まあ、ここだとハーン投手とかね、まあ、井上とかね、はいはい、高橋宏斗とか、うんうん、ね、阪神はちょっといなかったんだよね、うん、日本ハムは、まあ、日本ハムは水谷とか、まあ、ね、一二番だよね、はい、まあまあここは渡辺監督だしさ、そうですね、まあまあそういうことで、まあ、ポイントになるところはね、まあそうだね、触れてますから、はい、ということで、ということで勝敗表を見てみましょう、勝敗表ね、はい、セ・リーグ、パ・リーグのどちらの勝ちの方が良かったかな、はい、こうなりました、はい、セ・リーグ6勝パ・リーグ9勝で2引き分けということですね、はい、まあね、今日、うん、昨日まで5勝5敗、まあ、1分けだったんだけども、そうね、
まあ今日ちょっとパ・リーグ頑張ったね、うん、勝ってなかったオリックスが頑張ったし、うん、みたいなね、西武も勝ってね、まあ西武も勝ったしね、日本ハム勝ってね、はい、はい、まあまあそういうことで、まあ交流戦、まあ明日からは、はい、DH を採用するパ・リーグの、そうですね、本拠地でやるようになります。はい、日本ハムと DeNA、はい、楽天ヤクルト、はい、はい、西武巨人、はい、ロッテ阪神、はい、オリックス中日、はい、ソフトバンク広島、これまたいろいろと、はい、それぞれのチーム状況が左右されそうな、はい、はい、まあ明日から DH がね、入るんで、うん、まあセ・リーグの方は誰が DH に入るか、うん、まあそういうものも楽しみに、まあ、見てください。そうですね、はい、はい、まあそういうことで、うん、交流戦一発目の、ね、3連戦を振り返りをお伝えしました。はい、パ・リーグの方が少しリードということで、はい、セ・リーグ頑張ってください。はい、はい。